日本は次期戦闘機開発についてイギリスとイタリアとの共同開発中ですが、あれこれ取り沙汰されていたようにサウジアラビアが GCAP に熱い視線を注いでいるという噂があります。今回は F-35 戦闘機を超える戦闘機開発にサウジアラビア参戦によって赤信号点灯について考えていきましょう。イギリスはやはりオイルマネーが欲しいのでしょうね。金が欲しいのは日本もですが。航空自衛隊が現在運用している F-2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機。イギリス及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP を立ち上げ、推進するための参加国政府機関としてグローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO を設立することになりました。2023年12月14日に参加国が署名したそうです。2024年5月、JIGO の設立条約が衆議院で可決されました。そして、6月5日の参議院本会議でも与党多数ですから、議論もされず、あっさり可決となったのです。これによって、日本の次期戦闘機開発が、次のステップへ進むことになったのです。次期戦闘機については、当初、空自は、これまでのようにアメリカ製戦闘機を購入するか、F-2 戦闘機のようにアメリカ製戦闘機をベースに開発された戦闘機を運用してきました。しかし、そのせいで日本の国情に合わせた自由な改修ができず、アメリカの戦闘機メーカーに高額な改修費用を払わなければならないという問題が生じていました。高額な戦闘機を買った、買わせられたのに自由が利かなかったのです。この苦い歴史があったので、次期戦闘機はの条件は厳しくなりました。15から30年後の航空優勢に必要な能力に次世代技術も適用できるゆとりある拡張性。3自国における回収の自由度が高い4国内企業が関与できる5開発及び取得のコストが安いなど5つの観点から検討を進めたのです。そして2018年12月18日、内閣閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定された際、中期防で F-2 戦闘機の後継機については、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たせる戦闘機を取得する。そのために必要な研究を推進すると同時に、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されたのです。海外の既存戦闘機を購入する案は、技術上及び価格上でのデメリットが多いと判断されたため、国際協力の可能性を匂わせた上で、国内企業の主導で開発を進めるという方針になったというわけです。2020年10月、当時の岸防衛省は、三菱重工業を開発主体として、正式に契約を結んだことを公表。他に、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画すると発表しました。同時に海外の協力企業選定も進められ、技術提携先としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、およびイギリスの BAE システムズの3社が候補に上がりました。当初はこれまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機やF-2 にラプターや F-35 ライトニング2など第5世代ステルス戦闘機を開発、製造したロッキード・マーティンが有力視されていました。しかし、F-2 戦闘機開発で F-16 ファイティング・ファルコンをベースにするようにアメリカ側から強要された結果、中核的技術情報をブラックボックス化され、事情に合わせた改修が自由にできなくなった黒歴史がありました。次期戦闘機でも同じ状況に陥る危険性を指摘する声が上がっていたのです。また、アメリカは F-22 や F-35 などの後継戦闘機について、有人機開発を進めることに懐疑的で、ロッキード・マーティンは、日本との技術提携に乗り気ではない、アメリカ側の戦闘機に対する要望が、日本の次期戦闘機開発計画と方向性が異なるので関連性が低く、連携による開発が期待できないなど、問題視される項目が多すぎたため、政府と防衛省は方針を転換。2022年5月、
イギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業にすると公表しました。イギリスは現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる第6世代ステルス戦闘機テンペストの開発を日本と同じタイミングでイタリアなどと共同で進めています。さらにレーダーやミサイルなどでイギリスと共同開発が進められていたことが決め手になりました。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府から GCAP の立ち上げが発表されました。日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行させていた BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、3カ国共通の戦闘機を共同開発し配備する計画と発表されたのです。GCAP に参加する各国の企業ですが、日本は三菱重工が主契約者となり機体を担当。エンジンは IHI、三菱電機が電子機器を担当するそうです。イギリスは、機体は BAE システムズ、エンジンはロールスロイス、ミサイル開発を MBDA、電子機器はイタリア企業のレオナルド S、PA のイギリス法人が担当し、イタリアはレオナルド S、PA とアビオエアロが開発に参加します。前述のように、2023年12月14日、日本、イギリス、イタリア各政府は、GCAP の推進、管理を行うための国際機関として、JA、以後、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名しました。イギリスとイタリアは、この GCAP の目的について、完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げるために、輸出を積極的に行いたい目論みがあるようです。レオナルド S、PA のロベルト・チンゴラーニ CEO は、将来的に開発計画に参加する国が増える可能性を排除すべきでないと述べているので、GCAP の参加国が拡大するのを歓迎しているようにも思われます。それに関連するイギリスのフィナンシャルタイムズ紙の記事を紹介します。2023年8月11日付の記事に、サウジアラビアが GCAP に参加を希望しているという報道がありました。このため、各方面に波紋が広がったようです。実は、サウジアラビア空軍は、ユーロファイタータイフーンを導入して運用しています。その際、同機を、国内組み立ての要望をしたという経緯がありますし、イギリスやイタリアとは、軍事面以外でも結びつきが強いので、オイルダラーという強大な経済力を持つサウジアラビアが、正式に参画希望を表明すれば、間違いなく賛成すると見られています。様々な見方が出ていますが、GCAP で開発される次期戦闘機の1機あたりのコストは200億円を超えるという推測が大勢です。庶民とすればとんでもない天文学的金額と感じますけどね。近年の戦闘機価格は、第5世代ステルス戦闘機 F-35 でも200億円近い金額です。次期戦闘機は、無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能を追加し、より高性能な機体になるので、200億円をはるかに超える金額と想定されているので、GCAP への参加国を増やして製造機数を増やせばコストダウンに通じるという考えがあるのでしょう。しかし、イギリスやイタリアと違い、日本は防衛装備移転三原則により戦闘機の輸出が制限されるので、GCAP の参加国が増えることについて積極的には出られないのですね。いかに政府関係者がやきもきしても。そこで、日本政府は、お得意の抜け道を考えついたようです。2024年3月26日、自民・公明両党の合意に基づき、歯止めを設けた上で、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方針を決定したのです。歯止めの内容は、輸出対象が次期戦闘機のみで、輸出先は、日本が、防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国限定としています。さらに、戦争や紛争など戦闘が行われている当事国には輸出しないとしています。日本は、2024年3月時点で、サウジアラビアと防衛装備品の輸出協定を結んではいませんが、協力という合意があるので、協定締結に支障はないとしています。しかし、
そのサウジアラビアがイスラム教シーア派などへ武力行使しているのは事実ですし、紛争当事国とみなされる可能性もとても高いのです。日本が、イギリスやイタリアがサウジアラビアへ輸出することは容認できても、GCAP への参加を認めるのは難しいだろうと見られているようですね。